初めてお目にかかるな。我は一心寺第24番観音白蓮。我が力のことを人は光炎消滅と呼ぶ。人の世には恨みや妬みなど多くの因縁が渦巻いておることは知っておるな。それらのものは気にしなければ大したことはないが、ひとたび受け止めてしまうと心は病み、瞬く間に体も壊してしまうであろう。害悪をなすものは切って捨てるだけでは意味がない。たちの悪いことに、あやつらは切った先からどんどん増えていく。普通に立ち向かったところで徒労に終わってしまうことが大半であろう。だがそんな困った時には我が持つこの力を求めるがよい。この豪華の力で瞬時に燃やし尽くし、二度とそなたにまとわりつくことのないように消滅させてやろう。守ることを得意とする二十番観音、聖の持つ守護の約定と我の光炎消滅の力は非常に相性がいい。我らの力をもってすれば、どんな災いであろうと立ちどころに尻尾を巻いて逃げ出すであろうな。我はいつでもそなたらの心の中におる。我の力が必要な時にはすぐに呼ぶがよい。待っておるぞ。ハクレンだ。今日は最後まで見てくれて礼を言うぞ。チャンネル登録、高評価ボタンを押さぬようなら容赦せぬから覚悟せよ。